長谷川明は、日本の地震学者、東北大学名誉教授、アメリカ地球物理学連合フェロー、日本地球惑星科学連合フェロー。群馬県気流市生まれ、昭和38年3月群馬、県立気流高等学校卒業、昭和42年3月東北大学理学部、卒業、昭和44年3月、 東北大学大学院理学研究科修士、家庭修了。昭和46年3月、東北大学大学院理学研究科博士、家庭中退。昭和46年4月、東北大学理学部、附属青葉山地震観測所助手。昭和52年7月、東北大学理学部、附属地震予知観測センター助教授。昭和52年、東北大理学博士。 昭和53年6月、カーネギー研究所客員研究員。平成元年4月東北大学理学部、付属地震予知、噴火予知観測センター教授。平成5年4月京都大学防災研究所客員、教授。平成10年4月東北大学大学院理学、研究科付属地震、噴火予知研究観測センター教授。平成20年4月東北大学名誉教授。 客員教授。科学技術学術審議会委員。科学技術学術審議会地震火山部会長。科学技術学術審議会地震調査。研究推進本部政策委員。地震調査。研究推進本部調査観測計画部会長。地震調査研究推進本部総合部会長。2008年アメリカ地球物理学連合フェロー。 2014年日本地球惑星科学連合フェロー。2017年日本学士院賞、恩師賞受賞。令和元年春随法中受賞受賞。令和2年の高所詩の儀の振興者に選ばれ、沈み込み体の地震の発生メカニズムと火山の成因を講義した。典型的なプレート沈み込み帯である東北日本に、高感度、高精度の地震観測網を構築し、 沈み込み帯の近く、マントル構造を地震波トモグラフィーの方法で高解像度で明らかにした。沈み込み帯における地震、火山現象が沈み込みに伴って移動する水によって引き起こされることを解明した。ありがとうございます。